保養プログラムを起動。しゃあ、ポムットやろうぜ。ポムットのさ、チェインチェインチェインっていう曲好きだったんだけど、今回は一緒かな。これもストーリーあったりする？あ、なさそうだな。ああ、かわいいな、これ。後ろシールし。アバター変更。アバターなんてあんの？ポムットについて。まあ一緒だね。アバター変更って何？あ、ロイドしかないよ。じゃ、とりあえずロイドでやるってことね。はい、対戦。ユーナ、リ、ユーシス、リーシャ。オッケー、じゃあユーナから。あ、やったね。チェインの曲のままだ。この曲好きなんだよね。かっこよくない？かっこよくってのも、あれだよ、ノリノリでいいよね。気分がいいよね、これ。あ、間違った、ここ場所。真ん中を消さねばならん。この曲のさ、サビが本当に好きなんだよね。毎日が楽しいなーっていう感じのイメージがあるわ。あ、間違えた。基本的に向こうが動いてきたらね、俺も動くって感じなんで。こっからが好き。ここから曲。まあ最初だから全然動かないね、やっぱり。いや、こっちは一旦置いとこう。連鎖用に組んどく。うん、マックスなっちゃうな。マックス来たらやるか。9溜まったら、溜まったね。はい、行ってこい。もう一勝負。ごめん、ユーナ。ユーナのアバター、あ、倒したら使えるのが、なるほど。じゃあどんどん倒した順で使っていくか。ユーナ対戦ユーシス。じゃあこれ倒したら、ほう、これ倒したらユーシスがもらえるってことね。あと1ポイント。さらばだユーシス。やられたか。オッケー。ユーシスのあれ結構かっけえな、あのアバター。アバターつうかあの絵、 SD キャラの絵。よっしゃい。はい、じゃあアバターをユーシスにして、対戦リシャ。どうか柔らかに。たまったな。さらばだリシャ。それほどでもない。これで全部終わったか。じゃあアバターはリーシャに変えといて。今はもうできないよね。うん、よし。はい、楽勝に3連覇。よし、これで本当にやることを今終わったかな。じゃあ、あ、ごめん、終わってなかった。ここなら釣れそうだな。ここなら釣れそうだな。これなんだっけ。ああ、これが俗に言う試練の扉ってやつだよね、きっと。ストーリーが多分進むは関係、あ、え、待って、めっちゃ増えてんじゃん。そうか、そういうことか。アッシュくんも入ってんのか、バンテージマスターに。じゃあやるしかねえな、アッシュくんよ。危ねえ、負けかと思ったぜ。おお、シャドウももらった。いいね。
シャドウ、光なき世界で生きる影の眷属、大陸諸国の裏で暗躍する隠密集団に属し、日々冷徹に任務をこなしている。その合間になぜか伝説の魔女の元を訪れるようになるが、詳しくはバンテージマスターズをプレイしてください。しょっけい、話してみろや。 OK、 君はないんだね。レクターとかできそうだけどな。じゃあちょっとこれやってみるか。インターフェースを展開。追憶の石板、逃げ道、脇道、続く道。これリーシャがいるのがね、謎なんだよね、この二人のところに。なーちゃん、スーちゃん、じゃあやってみようぜ。ああ、さあ閲覧します。どうぞ、いってらっしゃい。どんな感じなんの？これは完全にストーリーだけかな。なんか戦闘とかあんのかな。ああ怖い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 、なんか怖い。ドキドキする、ドキドキする。お、クロスベルだ。うん、到着。お、ボイスあるやん。やっと着いたな。うん、あれ、これさっきの最初の頃、あ、いや違うか、あれは違うか、あのトランクのやつは違うか。追ってだから、この3と9がいたところの組織のあれってことよね。エンペラーがいたところのあの追ってってことよね。ソーン、トゲ、いいね、スーちゃん好かれてんじゃん。だよなだよな、なんだはい、クロスベル観光。いや、観光じゃないからあ、動かせんのか、ひょっとして。ああ、動かせるっぽい。エピソード、逃げ道、脇道、続く道。なるほど、これは動かせるんだな。いやー、楽しい、楽しくなってきた、さらに。お、歩かんじゃん、いきなり。あら、麗しの星の姫じゃない。朝から元気そうね。それな。ん？どういうわけだ？おう、バルさんも。企画。ん？へえ。アルカンシェル奇跡の復活、血と汗と涙が織りなす構想誌。ってね。なんだよその変なタイトル冗談冗談、でも特集は本当よ。そろそろ団員も集まってくるでしょう。今日の取材よろしくお願いします。はあ、お、俺はそういうのには向いてないから。これからはどんどんこういうことが増えていくんだから、今のうち慣れておかないと。ゲーそれはそうかもしれないけど、ささまずは練習風景微笑ましい顔してんじゃねえささまずは練習風景を見せてもらいましょうか。写真にもバッチリ収めていくわよ。ちょ、押すなよもうなんか羽がいじめ手たら取られてましたけど、羽がいじめされてないわ。お、クロスベルタイムズ。あの、クロスベルタイムズ誌とさ、タイムズ百貨店の名前一緒なのやめない？さすが大商業都市、買い物が便利。あとは地方紙のクロスベルタイムズでも買って、百貨店タイムズで売ってるクロスベルタイムズ。お、なんだ？なんかあんの？ここでも売ってるね、小説3と9。ああ、そうだな、誰がやったの？グレイスがやったってことこれ。しかも新装版だよ、新装版。どんだけ売れてんだよ。印税入ってきませんか、君たちには。うん。
え、あれは何、ソースも関係ないの？あれは創作物だったの？こいつらの実際の背景とは関係ないの？あの話ってどうなんだろう。しかし過去の因縁がまとわりつき、さらに恐ろしい組織の幹部が二人を襲う。続くのかよ。観南深紅の果て、幹部を倒した二人はついに自由を手に入れる。やがて二人は結ばれ幸せな家庭を築きましたとさ。いや、最後の展開はないから。そんな完全に否定しちゃっていいの？泣くよ、なあちゃん。それにしても本当に悪趣味な嫌がらせだね。こんなものを出版するなんて、組織も案外暇人が多いのかな。組織が出したのか。じゃあ本当のことか、あれは。まあ構成員に向けての俺たちの手配書としての役割も。なるほど、なるほどね。それが目はベストセラーになったとは皮肉だね。おかげで何回も追い回されたし、そろそろいい加減にしてほしい。良くないけどいいとして。ない。はあ、なあちゃんたちにも印税よこせ。まっとうな権利ですな。それはすごくまっとうな権利です、お嬢様。じゃあグレイスは関係なかったか、3と9に関して。さて準備もできたことだし、そろそろ遊びに行こう。お、マラソンか。そしたら出発、観光じゃないって言ったろ。俺たちにはまだ依頼があることを忘れてないよな。スーちゃん張り切りすぎ。そんなんじゃいつか過労死になるよ。お前が緩みすぎだっての。まだ時間はあるし、次クロスベルに来れるのはいつなるかわからないよ。うん。あ、かわいい。あ、かわいい。もう俺ちょろいな、俺。はあ、分かった。カルバードではトルブツ好きだったしな。そういえばさ、黒の奇跡では出てくんのかね、スーちゃんなーちゃん。始まりだけで終わらせるには惜しいキャラだとは思うんだが。ん、少しだけ休息も。ああ、行くの、ワンダーランド。うん、興味はあるけど、またこの、ああ、違うか。それより、あの大陸屈指の劇団、ああ、なるほど。あれか、最近また噂になってるみたいだな。でも確かガイドブックによると、今日は公演日じゃないぞ。ちゃんとチェックしてるんだ。動き。公演がなくても練習はするよね。なんか、後でこれミュージアムやりそうだな、この動き。おい、まさか。こうなったら潜入あるのみー。やれやれ。ちょっと緊張感がなくなったエステル・ヨシアって感じだよね。お、ちょっとちょっと声、笑っちゃった声。こんなものかな。シュリというよりも小林優が出てきてるぞ、これ。中の人が出てる感じだぞ、今の声。いや、まだまだ。イリアさんやリーシャネーに追いつくためにも。うん。始まりさ、みんなさ、あ、音消えた。始まりの声優、なんかみんなあれだよね。全体的に気合入ってるよね。さすが星野姫、練習でも輝いているわね。テレテラ。おう。ちょっとまずいことを口走ってもなかったことにするから、どんどんぶちまけちゃっていいのよ。それはそれで怖いから。お、誰か見てる。もう潜入後ですか、潜入済みですか、これ。あ、上からですか。あ、かっこいい。あ、これサムネにしよう。サムネ決定。潜入成功。もうやってしまったとはいえ、ここまでするか普通。
せっかく磨いてきたスキルたまには使わないともったいないでしょ。悪用すんなよ。暗殺スキルをこんなことに使うやつは初耳だけどな。お、イリア・プラティエ、やっと来たわね。彼女は確かちゃんとこのさ、なんかステルスしてるこの二人のところになると BGM がちょっと小さくなるの結構こだわったよね。ちょっと感動。なんか気づきそうだな、イリアだったら。そこにいる二人とか言ってなんか言いそうじゃない。瀕死の重傷から2年、完全復活を遂げた本の舞姫、まさに奇跡と言ってもいいわよね。さながら不調の舞姫ってところかしら。あら、これ記事のタイトルにいいかもしれないわね。不死鳥のように激しく燃えながら舞い上げてみせましょう。シュリも置いていかれないように全力でついてきなさい。もちろん。これはアルカンシェルの今後に期待が膨らみますね。とことん期待していてちょうだい。観客の期待に応えるのが私たちの仕事なんだから。お、いいね。お、行くぞ。ふわ。前と違うダンスか。これイリアさんがなんか入院中に考えてたっていうダンスが、ケツ考えてたダンスか。いいわね、いいわね。青のディーバ、あ、知ってるんだ。大陸西部のスーパースターだな。あー、ここで、やつの伏線が、映画スターの、なんだっけ、ラティスだっけ。ちょっと名前間違えてたらごめん。黒の奇跡のキャラクター。あの、新しいキャラクターね、映画女優。あ、ダメだ、名前気になる。ちょっと今、検索してくるわ。あ、ジュディスだ、ジュディス。そう、あの、ラティスじゃねえわ。ジュディスだったわ。あの、映画女優の人ね。映画スターか。黒の奇跡の、なんか、主要メンバー？メインメンバーの。そうだ、ジュディスだったわ。ちょっと似てるよね、ラティスと。ラピスと被ったわ。お、リーチも来る？お、飛んだ。おぉ、跳躍、半端ないな。最高じゃない。シャッターチャンス。おぉ、新しいモーション使ってんね。あ、今のなんかモーションあれだね。アルカンシェルの看板になってる AR ってあれのなんか元っぽい動きしたね、今。月の姫、リーシャ魔王、イリア・プラティエに次ぐアルカンシェルの看板女優。それと、どうやらあの噂は本当、なんだ？あー、ただのダンサーにしてはあの診断能力は過剰すぎる。知ってんのがインの存在よ。伝説の教主、イン。あー、まさかこんなとこにいるとはな。いるとはか。リア・プラティエのあの魅力が観客を意識した完璧な技巧によって構築されたものだとしたら、リーシャ魔王のこれはもはや力技だな。あまりにも洗練された動作と常人にはできない動き、いやでも観客の目を引きつける。その上で美しさを感じさせるのは彼女の天性のものか。って俺が適当な分析をしてもしょうがないか。こういうのはお前の領分だろ、ナーディア。イン教主、暗殺者。おい、追って。おい、なんかスイッチ入ったぞ。ナーディア、何、意外とトラウマなのか。お、第7章第3項。おいおいおい、脅威は先に排除すべし。
お前いきなりスイッチ入んのかよ。ナーリャ。バカ。今さっきが。リシャどうしたの？おいおいおい、あ、いや何でもありません。関連づけるのちょっと無理やりすぎんだろ今しかも。追ってって。これはリーシャと普通に会った時は面白そうだな。あ、マインツサンド。あ、少林のレガリアっていうのかな。少林のレガリア。最後のパーツはクロスベル大聖堂の敷地内に置いた。これで問題なく、教会に、あ、これ、え、ん？これはなんだ？教会に置いたってことは、あれは、あれか？あの、アーティファクトか？これ。あ、エンペラーが体につけてたやつかな、小説で。なんかアーティファクトをなんか体にまとってたよね。いろいろ。他のパーツもとっくに各地にばらまいたからもう簡単に悪用されることない。うん、やっぱそうだね、きっと。これでヤスとの因縁もようやくおしまいだな、エンペラーね。さっきはごめん。スーちゃんが止めなかったらやばいことになったかも。妖精ちゃんのことでも思い出したのか？つい陰を見て動揺した。スーちゃんの言う通り最近は緩みすぎだと思う。せっかく一緒に逃げ出したのにこんなのじゃダメ。いやそうでもない。お前は緩くやってるくらいがちょうどいい。おー、ナイスフォロー。でないとこっちが調子狂うからな。でも、問題ない、俺が守るから。キャーちょっとここも一回スクショ撮っとこうかな。スーちゃん、わかった、そうする。むしろ今後は全部スーちゃんに任せてなーちゃんは昼寝だけの日々を送りたい。それは違うよ、少しは働け。さて次は月の総員だな。お、何しに行くの？おじいちゃんの、おじいちゃんの依頼にあった仏があそこに隠されているはずだから。あ、あー、なるほど。そこで、あの、ラピスが入ったトランクを取るのか。そっか、過去編かな、だもんね、これね。じゃあ行くか。あ、これは、あ、来た。あー、わざわざ来なくてもよかったんじゃないか、リーシャ。先ほど貴賓室に隠れていた方々ですね。戦うのか、すげえなこれ。やっぱあれで気づかれたか。ごめんスーちゃん。それはいい、今は目の前の敵に集中しろ。まあお互い3人ともね、話し合えばね、わかる人だから。これこれこういうことでした、あーなるほどって感じで和解できるから大丈夫よ。闘技者の方ですか。院に恨みがある組織から放たれた資格、いつかこうなることは分かっていたけど、あれこれちょっと勘違いしてないやっぱり。今ただ足を洗ったんじゃなかったのか。完全に誤解してるわ君たち。ほう、面白い。まずは、あ、あれ、これはバトルスコープがないね。やるしかないのか。じゃあ、マーキングしますか。ターゲット捕捉。よし。行くよ。状態上聞くの？ああ一応聞くっちゃ聞くのか。まあほぼ聞かないけど。マイテムないし、オーダー、あ、オーダーやっとくか。じゃあ
ダダ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 発狂モード。エスクラ？ああ、まだ来ないか。レミス連打。よし。エスクラ攻撃してエスクラ撃つか。え、クリオブソウル。X。水の太刀暁。やりますね。お。ですが。ざっとこんなもんだ。あのままリーシャのターン来たら多分あれだね、エスクラ撃たれたよね。スキャンしたかったけどないな。捕らえた。おお。手ごわい。なんとか抑えているけどここまで厳しいかも。さすが伝説の教師か。なんかもう一人来るんじゃない、第三者。どうやら立ち惜しみができる相手ではないようですね。お、ここからは。お、何何。おいおい、嘘だろ、今までは全力じゃなかったってことかよ。またそういうこと言って、もう。ナディア、俺が彼女を引きつける。その隙にお前だけでも逃げろ。さあ、どうなんのこれ。私は譲るわけにはいきません。それはこっちだって同じだ。だからどうか死にたくなければ聞いてください。うん。おえはい。ああ、私か劇団の誰かの命を狙った資格じゃなかったんですか。まあ誤解だよね。私か劇団の誰かの命を狙った資格じゃなかったんですか。どっちもお互いに狙われてると思ってんだな。そっちこそ俺たちを殺そうと襲ってきたんじゃないのか。てん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 。面白いなこれ。はぁ、なあちゃん疲れた。はい、若い。ほんとにごめんなさい。いやぁ、ちげえよ。先を出したなあちゃんが悪いぞ。これは。いや、勝手に潜り込んで余計な誤解を招いた俺たちが悪いから。勢いで戦闘まで仕掛けたなんて、面目次第もありません。それにしてもなんか意外。ね、スーちゃん。ああ、確かに。伝説の暗殺者だからもっと冷酷な人だと思っていたが。なんかいい人っぽい。舐め回すようなカメラアングルやめなさい。仕事の時はともかく普段はこんな感じですけど。ちょっとエンマっぽい。普段の感じ。なんだか緊張が解けて一気にお腹が空いてきた。スーちゃんなんか食べに行こう。ああ、これは三人で飯でも食いに行くか。その時間だったら一旦市内に戻るか。ああ、やっぱりね。それでしたらご一緒しませんか。お詫びも兼ねて私がご馳走します。行く。即答かよ。少しは遠慮しろ。それでは行きましょう。美味しい店を知っているんです。ああ、どこに行くんだろう。
クロスベル中央かな。バンセット行くか。あ、流浪か。そうか、そうだよね。リーシャは流浪だよね。リーシャの招待でスウィンとナーディアが流浪飯店の食事を十二分に堪能した後、三人はそのまま店の部屋でしばし休むことにした。ある意味境遇が似た三人は話しているうちに意気投合し、打ち解けるのにそう時間はかからなかった。会食開眠。それで二人は それで二人は組織から逃げ出して旅に出たと。なんだかロマンチックな話ですね。うむうむ、ロマンチックな旅。リーちゃんは、リーちゃん実際は逃げ回ってばっかりだったけどな。だからなーちゃんたちはもう殺し屋は廃業、これからは自分たちの意思で生きていくの。どこで何をしようか、どこで何をしようかはまだはっきりと決まっていないけど、今までとは違う生き方で行くつもりだ。もう殺しはしない、そう決めたんだ。リーちゃんは、私は確かヘイユエとの契約を最後にもう2年くらい活動していなかったよな。それはクロスベルが大変な状況になってそれどころじゃなかったというか。でもそれは問題を先送りにしただけで、私が自分で答えを出さなくちゃいけないのは分かっているんです。リーちゃんは以前の院としての自分に戻りたいの？戻りたいわけじゃありません。今のアルカンシェルの一員としての自分は大切な人たちからもらったかけがえのないものですから、何があっても失いたくありません。ということは、インを暗殺者としての自分を捨てたいのか。黒の奇跡でもこれは関わってくるかな。東方の話だしね。あ、ごめん、ちょっと今くしゃみしてたわ無理やりさせられていた、無理やりさせられていた二人とは違って、私は父から受け継いだこの仕事を何の考えもなくこなしてきたから、ただ淡々と標的の命を奪う時すらも。でも今ならわかる、それがいけなかったんだって。命を奪うならきっとその重みを背負わなくてはいけない。もしかしたら因が代々受け継がれてきた意味もそこにあるのかも。そう思うとやっぱり私には因を捨てることなんてできなくて。あ、そうなの。自分なりの因を見つける、そう考えていたはずなのに、今はかえって答えが遠のいたような気さえして、まあ、それが答えなんじゃない。それでいいんじゃないか。曖昧なままでもさ、あんたは自分の進むべき道を分かっているはずだ。ならこのまま月の姫も院も続ければいいだろう。でもこんな曖昧な半端者のような気持ちで闇の世界に戻るなんて。別にあんなところに戻らなくても院は院でいられると思うな。今度は人助け系の院で、暗殺とか排除系じゃなくて人を助ける系の院として生きるんじゃないか。世の中はさ、理不尽なことがいっぱいあるんだから、悪い奴が法の抜け道を作って逆に法に守られているとか、そんなことがいくらでもね。そういう時、正義だけでは無力なんだ、どうしてもできないことが出てくる。そういう時、正義だけでは無力なんだ、どうしてもできないことで、だからこそ院のような闇の住人が必要なんじゃないかな。まあ言うなれば必殺仕事人だよね。光の側にいながら闇の生き方を貫くとか、なんかかっこいいかも。もし本当にひたすらに光の道を走る英雄が存在するとしても、きっとこれは彼らにはできないことだ。彼らの代わりに誰かがやらなければいけないんだと思う。リーンとかロイドとかエステルとかのことかな。
なんて、そもそもそんな奴ら俺は知らないけどな。あー、これから知ることになるぜ。多分な。おお、ロイド。あー、いいな、このリーシャの表情。ちょっとこれもスクショ撮りたい。ふふ。どうしたの？うん。ただおかげで何かが見えた気がしただけ。そうね、こんな私にしかできないこと、私だからできること。あの人の行く道の助けになるなら。なんだか不思議ですね。今日初めて会った人たちとこんな話をしているなんて。まあ、職種というか経歴が、まあ、ね、そういう闇の系、闇系のあれだからね。最初の誤解がなかったらこんなことにはならなかっただろうし、確かに不思議な縁だな。リーちゃんにはなんだか親近感が湧くしね。美味しいご飯も食べられたし、今日はラッキーだよ。私も二人に会えてよかった。うん。これでストーリー終わりかな。さて今度こそ出発だな。もうちょっとリーちゃんとお話ししたいけど、今日はまだ寄るところがあるからね。あー、さっきのあの星見のどう？似た過去を持ちけれど違う道を進む私たち、もう会うことはないかもしれないと思うとちょっと寂しいかな。あ、パックとルースが大丈夫なのこれ喋ってて。違う道でもいつかどこかで交わることもある。人生って案外わからないものだから。機会があったらまたリーちゃんの舞台を見に来るよ。そうだな、今度はちゃんと正面から入ろう。ぜひお願いします。その時はとっておきの演技でお迎えしますね。バイバーイ。からのイリア。ふう、相変わらずすごい、相変わらずすごい質問攻めで、さすがクロスビルタイムズの名物記者といったところかしら。でもこの分なら特集も期待できそうね。新作の宣伝にもなるし。うん？あら、またファンからのプレゼントかしら。あ、なんか良くない気がする。爆発とかせえへん？え、これは、マジ？え？嘘でしょ？っていうことは何？あの仮面つけてるあの銀髪の女ってイリアだったの？あ、そういえばか、あ、そうか。なんか仮面系つけるとさ、黒もさ、まあ、もともとあなんかシルバーっぽいけど髪シルバーとかになったし、そういう系統これ。そうだよね、髪型一緒だもんね。マジか。マジか。嘘。マベ。笑いしか出てこねえわ。